今回は、高田馬場駅と山口から、徒歩1分のところにある、ミスタードーナツ高田馬場と山口店で、食べ放題をしてきました。訪問したのは、平日の開店時間9時頃。入店。食べ放題ガイド。先に席を確保。開店直後の2階は空いてる。ゆっくりしたい方はこの時間がおすすめ。この時間なら在庫もマックスに揃ってます。1巡目を取っていく。1階に取れるのは6個まで。料金税込み1800円。ドリンクメニューはこれ。1巡目はこんな感じ。祇園つじりシリーズのこの3つが見当たらなかった。5月末で祇園つじりシリーズは終わりかな。この動画が出てる頃は他の新作が出てますね。それでは、いただきます。ポンデゴールデンストロベリー。おこいドーナツふわり抹茶ホイップ。間違いなく合う。生ポンデダブル宇治ほうじ茶。他に比べて甘さは控えめ。柔らかくもちもち。生ポンデ宇治ほうじ茶きなこ。生ポンデは普通のポンデよりもっちり感が強い。おこいドーナツとろり抹茶クリーム。抹茶チョコのコーティングの下に、クリームが入ってる。生地も抹茶。ホット、セイボリーパイ BBQ フランクフルト。これレギュラーメニュー。食べ放題で惣菜系が対象で助かる。フランクフルトがしょっぱくてちょうどいい。10目を取っていく。こんな感じ。甘いものを食べに来たはずなのに、後半から甘くないものを探してしまう。これスイーツ系食べ放題のあるあるでは？2巡目は自分が食べたいの取りました。6個でも結構お腹いっぱいでした。甘いものと油系の食べ放題って個数を稼ぐのって意外と難易度高いですね。チキンとマカロニのジェノベーゼパイ。バジルが効いたソース。惣菜系です。36種スパイスで作ったカレーパイ。スパイスで多少の辛みあります。甘さの口直しにむしろちょうどいいピリ辛です。サクサクカスタードフレンチ。ザクザクした食感がアクセント。相当甘い。カスタードクリーム。クリーム滑らか、生地はふんわり。シンプルと定番のやつです。ダブルチョコレート。チョコが濃厚。しっとりで詰まった重めな生地です。後半戦にはきついかも。おこいドーナツふわり抹茶ホイップリピート。マロングラッセがアクセントになって、程よい高級感。今回12個が限界でした。ごちそうさまでした。最後ブラックコーヒーでゆっくり。結局ブラックコーヒー合計3杯飲んでます。この時間帯でも、イートインスペースはまだまだ空いてました。平日休みの方とか自宅警備員は、この時間帯おすすめです。おしまい。